よし、皆さん、ズグッズナイトです。今日の特別のレビューは、まあちょっともしかして映画版がちょっと見てたので、本物のクライアフレームのヘルメットの設定の大体レビューだけではないですけど、エアフレームは確かに素晴らしいのやつです。こっちの後ろのベントからちょっと涼しいになるから、でも本物は実は TMC のレプリカより軽い。今のは、ヘッドセットとカメラが乗ってる、ゴーグルも乗ってるんですけど、それでもだいたい偽物、レプリカのものと同じの重さみたいですけど、確かに本当に軽いですから。じゃあ今日の設定は、ゴーグルは ESS のやつ、メガネがかけてるから中の小さいのメガネ使えないと全然見えないです。それとか、これはペルトのコンタクト3、コンタクト3 here。それとはこの特別のアダプターは普通の 3M だけじゃなくて、この暗いエアフレームの特別用のアダプターも使っています。これ本当に素晴らしいのやつ。と、マイクがまだ待ってるんですけど、マイクが来るの時にもっと無線機と使いやすいになります。続けてまして、カメラは、いっぱいの人はだいたいマジックテープが使うなので、このマウントもちょっと昔からあったので、昔からちゃんとヘルメットに使いやすいとマジックテープのスペースが使えないと、それはまあ使いやすいと思います。とだいたい大きくないから、ちゃんとこの右の目のオーバーから、前のよくあったの問題はヘルメットの右からヘルメットがちょっと出てるとカメラがよく見えてます。とそれが敵は、あ、誰かはそろそろが出てるから、目はこっちから、目がついに見るの時にもう当たれた。当たれちゃった。全然ダメだった。と、これでちょっと上から、目と同じの場所は目が見たらカメラも見えるさ。とそれがいいと思います。と、そんなに高くないから、ちょっとだけヘルメットのオーバーからあまり問題ないと思います。じゃあ続きまして、ヘルメットを、これもちょっと必要、無線機のやつので、これからヘルメットを設定すると、はい、ストラップにして、と重さはちょっとこっちにやるけど、あまり問題ない。このカメラ軽いと、もともと上の方、右だけじゃなくてで、あまり問題ないです。それからホームタックセットして、ボタンを押して OK、聞こえます。じゃあそれからちょっとメガネなしとゴーグルはそのままでセットする。これは最初に撮るから、今使ってないからカバーが使ってます。もう使ってないの時はそのままでこれを取って、これもセットして、ともう一つの必要なものはだいたいそのマスクでしょ。それは前にはこのクリップが使ってたけど、このアクリルのクリップけど、ちょっと無線機のアダプターのワイヤーがちょっと邪魔ですね。それからちょっと3年前か買ったのブギーレギュレーターの超薄いのボリスティックのゴーグル、まあ沖縄はいつも湿度高いからすぐに曇ってるけど、それから特別のバンジーのアダプター、マジックテープとそのバンジーショックコードの使ってるのやつがあったので、今の普通の安いのマスク、これからがプラスチックが取ったので、ショックコードに入れて、とこれはスミスアプティクス特別バンジー用のアダプターです。この逆の方はマジックテープと柔らかいのマジックテープがあります。そのままでヘルメットはよく後ろにマジックテープがあるでしょ。そのままで使ったらいいんじゃないかと思った。これはゴーグルから取った、こっちにセットした、とそのままでセットをして、以上、マスク設定 OK。 ゴーグル、なんとかペルトに邪魔してないと、ゴーグルも邪魔してないから超使いやすいと思います。とマスク使えないの人がやっぱり多いけど、もっとかっこいいの感じが出たいですけど、歯がなくなったらあまりまあかっこよくないんじゃないか。マスク使ってないとちょっと大変ですけど、まあアメリカよりパワーがないけど、ユキユのことはちゃんと歯が守らないと、まあ自信もあまり出ない。歯がなくなったらやっぱり痛いから、マスクも使ってと何でもかんでも
グレネードとかなんとかあったら安全です。とマスクが必要ないの時はちょっと水飲みたいとかいろいろあるので、その辺取って水が飲めると続けるのは、それがマスク必要ないと、あ、みんな上等の写真撮りましょうかと、そのままで、あ、OK 準備 OK ですいいんじゃないか。まあそれが考えたと、マジックテープ使うはあれ使いやすいと、素晴らしいと思います。ね、その以外は、まあ、本物は本当に軽いから首も痛くならないと、それと無線機のアダプターのを来れば、そのままでこっちのプラグにこれに入れて、よしと無線機もできます。ロジャーでしょうね。それといろいろ音楽も聴けるぜとかいろいろできます。じゃあ上等のものやっぱりですね。よし、今使ってないけどまたヘルメットに戻す。でもまあ偽物のエアフレームとかいろいろヘルメット持てるのいいとは、確かにこれがバンジーとかマジックテープはやっぱりちょっと安いから、マスク使いやすいともっともっと糸が使おうと思うんですけど、それとゴーグルは今本物のゴーグル、メガネだけじゃなくて、その普通のこれみたいのメガネもあるけど、グレネードはちょっと危ないからと、もしかして何かババンと目が当たったらは肺より大変ですから、ちゃんと目も持ってください。ヘルメットメルセリーはだいたいそれだけのものですね。確かに使いやすいと、全部はそのまで乗ってると、マスクだけはダンパウチに入れたらもっとだいたい使いやすいから忘れないと、まあそれはただ面白いと使いやすいと、昔からこの設定がやりたかったで、もう今はついにできたので確かに嬉しいですね。じゃあそれだけと、マスクもおすすめの使うの用も教えたかったから、はい、よかったですけど、よし、じゃあこのレビューは大体それだけですね。まだ待ってるのことは、そのマイクと新しい、今は普通のパーディングが入ってるから、暗いのパーディングのとか普通の設定ので、これからチームウィンディー、カンフィットも入ってるけど、チームウィンディーのエピケアももうちょっと使いやすいのパーディングも待ってるんです。でもそれでも確かに軽い、ナイトビジョンを使ったら本物は本当に重いから、首は絶対痛いから、ちょっとそんなに必要ない。普通のライトでもいいけど、それと死に高いから壊れやすいと、まあ大体僕の方でそれでいいと思います。じゃあヘルメットのなんとか磨くとか教えることは終了です。じゃあ皆様次に元気でサバイバルに行きましょうか。じゃあレビュー終了です。それとサムネイルの写真も必要だね。じゃあ終了です。皆さんお疲れ様です。次のサバゲー楽しみ遊びましょうか。